ッシュの終わり。記念すべき第1回目の会場は愛知県立小牧南高等学校です。1980年に設立、本年度で創立40周年を迎えた小牧市を代表する新学校です。校訓に知・公・情を掲げ、世界のリーダーを育んでいます。部活動にも力を入れており、近年では写真部が全国大会に連年出場するなど、大きな活躍も見せております。学校横の通学路には桜の木が立ち並び、春になると生徒諸君を盛大に歓迎してくれます。この小牧南高等学校を走る記念すべき第一走者は、小牧市在住の稲熊さん。お仕事の傍ら、シンガーソングライターとしてもご活躍しております。代表曲はメロメロメロンです。まあ、母校でもありますし、第1回ということで気合いで走ろうかなと思います。母校の風感じました。ダッシュの終わり。次回は小牧山城を走ります。また来週お会いしましょう。